こんにちは皆さん最近日々マイナンバーに関連した話題を耳にしますね。今回の問題はプログラムの問題もあるのでしょうが行政事務のの能力の低さが露呈しましまた行政だけでなく保険組合についてもそうです。これは今回に限ってのことではなく普段から起こっていたことなんだと思います。 個人番号制度は多くの国で使われています。国民一人一人に番号を付与し、洋々な情報をその共通番号で管理するという仕組みです。日本は先進国の中では後発組です。先行の各国を参考にできたはずなのですが、マイナンバーカードの返納問題まで始まってしまう状況になり、 ごたごたになってしまいました。韓国ドラマでよく住民登録番号が出てきます。住民登録番号を聞かれてすらすら答えているシーンがあったりするんですよね。そんなの日本ではありえないですよね。なのでちょっと調べてみたんです。韓国の住民登録番号は出生時または 国籍の取得によって与えられる識別番号で、1962年の住民登録法に基づいて、韓国国民に固有番号が付与されるようになったそうです。そして、1968年、北朝鮮の特殊部隊武装ゲリラが大統領を殺害しようとした事件がきっかけで、 韓国政府は北朝鮮からのスパイ識別の便,便宜のために全国民に識別番号を付与し1970年から住民登録証発給を義務化したそうです韓国の住民登録証には医療や金融情報をはじめいろいろなデータが紐付けされているようです日本と同じような感じですね、また 外国人には住民登録番号とほぼ同様の構成となっている外国人登録番号が付与され外国人登録証が発給されるそうです。日本では外国人にも日本人と同じようにマイナンバーカードが発給されています。住民登録証は銀行口座の開設や携帯電話、住居の契約など 生活のあらゆる場面で必要となり、スマートフォンで携帯することもできるそうです。今、日本で話題になっている健康問題も健康保険も、もちろんこの番号で受けられるようです。ある方がブログに書かれていましたが、韓国では外国人は入国から6ヶ月経たないと国民健康保険に加入できないそうです。 中国,人や中国人やアメリカの市民権を取った在米同胞が韓国に一時入国し費用のかかる手術などを受けその後すぐ帰国するケースが増え健康保険会計に大きな負担となったことがあり入国から6ヶ月以上経たないと国民健康保険の加入を認めないことにしたそうです。 問題があるとそこを即正していく韓国の姿勢は日本も見習うべきかもしれませんちなみに日本では外国人が住民登録した時点から国民健康保険に加入できることになっています日本政府がマイナンバーを取り入れようとした最も大きな理由はこれまで それぞれの行政機関ごとに住民票コード基礎年金番号健康保険費保険者番号などそれぞれの番号で個人の情報を管理し時間と労力を費やしていたことに対しその効率化を図るためとされていますそして社会保障税災害対策の3分野で 複数の機関に存在する個人の情報が同一の人の情報であることを確認するために活用すると言っています。しかし、グダグダになっています。マイナンバーカードと紐付ける公金口座名義が他人名義多数問題を見ても、マイナンバーやマイナンバーカード自体の問題というより、 行政レベルのの低さの問題だと思います。そもそも最初からマイナンバーカードと紐付ける公金口座名義にマイナンバーカードの指名以外の文字が入力されたら跳ね返して進めないプログラムにしておけばよかっただけ商品のバーコードを読み取らないとレジが進まないような仕組みにしておけばここまで大規模なことにはならなかったはずです。 システムの未熟さはもちろんでしょうが行政事務の意識レベルの低さそしていいかげさが露呈したわけです行政の姿勢をまず正し改革しないと全く国民には受け入れられない状態が続くと思います河野太郎大臣がテレビでマイナンバーカードの名称変更に言及しましたマイナンバー制度と カードが世の中で混乱していると指摘し次にカードを更新するときにはマイナンバーカードという名はやめた方がいいのではと発言したようです私も名称に違和感を感じていたのでいい考えだと思いますマイナンバーもカードも日本語ではないですよね 横文字にするから曖昧になって、分かりにくくなるんだと思います。日本では、日本人も外国人もマ,マイナンバーカードですが、韓国のように区別してもいいのではないかとも思います。例えば、日本も国民証明書、札、民証と在留、民、証、名、 在留民証明書札、民証とでもするとどうでしょうか。また、マイナポータルも電子窓口としてはどうでしょうか。これで行政側も国民もイメージがつき少しでも意識が変わるのではないかと思います。それとマイナンバーもういらないからマイナンバーカード返却する。 と言っている人がいたのですがカードを返却してもマイナンバーはなくならないはずですよマイナンバーカードは申請しなければ手に入りませんがマイナンバーは国民全員に勝手に割り振られているものなのでなくなることはありませんその違いも混乱しちゃっていますね本当にグダグダです 問題の露呈が次々あるというのに政府は予定ありきでかなり急ぎ畑をしようとしているように感じます一つずつの問題をしっかり丁寧に検証し老若男女できる限り単純にわかりやすく利用できるものにするためにここで仕切り直した方がいいのにと思うのですあなたは いかがお考えになりますかよろしければチャンネルの登録、コメント、拡散をお願いします。